体をこ酷使する戦い方をしてきたし、休養させていただこうかなと思っていて、<noise> 正直、あのー、試合負けたときは、うん、悔しさもあったし、まあ、これで終わりだなっていう気持ちもあったし、うん、だけど、やっぱ、ここのどこかで。 悔しいから絶対やり返したいっていう気持ちもあったしなんか本当いろんな気持ちになったんですけどあのそうですねあのまあえーこの10年本当に十数年ですけどプロでやってきて。 あの本当に僕のファイトスタイル的にも体を酷使する戦い方をしてきたし公表してない部分でもいろいろ怪我に悩まされたところもあってえそれも含めてえ今回、一回格闘家としてあのー 一回、歩みをストップさせてもらって、えー、一回休養させていただこうかなと思っていて、えーまあ、この後のことっていうのはんとまだ僕も整理がついてない部分もあるしまだ決めれてない部分でもあるんですけどこううたくさんの人に言葉をいただいた中でんと勝ち続けている からこそ僕の存在価値があって K‐1 の代表として戦い続けている価値があると思ってたんですけどこうやって、まあ、負けてしまった僕に対しても本当変わらずに応援してくれる人たちだったり信じてついてきてくれる人たちもまだたくさんいてそういう人たちの本当、まあ、毎日のように本当をやめないでください引退しないでください。 もうこれからもずっと応援してます一生応援してますっていう言葉を本当たくさんたくさん頂い,いてなんかその言葉をもらったことで僕も一つこう勇気を振り絞ることができるっていうかまあ正直本当この10年はあのちょっと無理しながらでも怪我とか 体調だったりそういうのを無理しながらでもこうやってきた部分があって今回も負けた後もこの後と無理してでも絶対リベンジするまでやってやるっていうふうに思ってた時もあったんですけどなんかあのー、そういう人たちの言葉をいただいて、うん、一回あのー、僕の心と体のコンディションっていうのを うん、一回、こう、正常に戻して、そこからもう一回あの、新しいチャレンジができたらなっていう気持ちでいるので、まあ、一回ここで僕は、あの、戦う舞台からは、あの離れようと思うんですけど、えー あの本当にたくさんの人たちの支えがあって今があってその人たちのおかげでもう一回チャレンジする気持ちにも慣れているので前向きな意味で一回。 休養をさせていただこうと思ってます。